さん、どうも、長松です。今回から、指を振る、一匹縛りをやっていきます。まずは、アバター作りですね。アバター作りはカット。このチャンネルの顔でもある、ウラデリカにします。なかなかいい出来ではないでしょうか。それでは、最初の方はサクサクといきます。これは、戦う顔してる。これ、クソ便利。とりあえず、ホゲータさん選びます。かわいい。こいつとは、旅出ません。ネモを倒し。サンドイッチをあげ。ペパーを倒して。今回の相棒を手にしました。よろしくな、パルプンテ。それでは、初陣行きます。今年、前役の主の引きは、強い。これは幸先がいいですね。続いて、2戦目。強い。負ける気がしません。三戦目。ついに、ハズレを引きました。惜しい。外れ。強い。特性、いたずら心の使用忘れてました。特性は、悪のスター団、主ポケモンの時までには変えようと思います。まあ勝てない試合ですが、続けます。
ようやく技が、打てました。遠吠えには、おたけびボーイで対抗します。いい技ばっか出てる。せめて、道連れじゃい。凛太郎、強い。凛太郎は、スルーで、4戦目。まずは、場を整えます。強い。行ってきます。5戦目。攻撃技が出たら、一撃だから頑張って。強い。それでは、ネモ戦行きます。凛太郎以外に勝った実力を見せましょう。まずは交代を封じる作戦に出ます。2匹いるというネモの話をよく聞いてて、偉い。結構いい試合してます。ビルドアップ。タイプ1失格は最強。こっちも本気出すかばえよ。頼もしすぎる。
明日まで。願ってなしました。なんと、負けずにでも突破しました。顔見えねえ。このまま、凛太郎以外に負けずに行きます。負けました。という夢を見ました。もう一人も倒します。これは強そうやで。タイプスイッチになったやんけ。かわいい。次回、ジムリーダー戦、ご視聴ありがとうございました。